SCP-3045 のロゴ。アイテム番号、SCP-3045。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-3045 のインストール用パッケージはフラッシュドライブに保存し、現地の安全な保管ロッカーに収容します。研究者は実験目的で SCP-3045 を隔離コンピュータにインストール可能です。実験が終了次第、このコンピュータ、及びすべての周辺機器、は破壊されます。SCP-3045 を収容しているコンピュータ、建造物、施設はすべてテムペスト認定を受けていなければいけません。いかなる状況でも、直接的に8に言及しているメディアファイルに対して SCP-3045 を使用するべきではありません。説明。SCP-3045 は特定種のメディア、プレインテキスト、書式付きテキスト、MOV、AVI、MP4 のサイズを縮小できる異常なアプリケーションです。SCP-3045 は内容を刈り込んで単純化した新しいファイルを生成することによってこれを実行します。こうして生成されたファイルはさらに同じ手順で縮小可能です。しかしながら、ある程度繰り返すと。結果として得られるファイルにデータはほとんど、全く含まれなくなります。さらなる縮小の試みは、この最後のファイルを複製するだけに終わります。ホイ 3045.1 実験ログ。アクセス。SCP-3045 ファイル、テスト1ログ。説明。シェイクスピアの、ハムレット、を収めた書式付きテキストファイル。序。スペース節約のため、最初の3回分は第一幕のみが提供された。4回目以降は劇全体が提供されている。第1回。第一幕。場面。城壁の上の通路。警備兵たちと保冷省入場。警備兵たち。保冷省、亡霊が出た。保冷省、信じられない。亡霊入場。保冷省、信じよう。警備兵たち、お前は賢い。話しかけてみろ。保冷省、何か言え、亡霊。亡霊退場。保冷省、あの亡霊は死んだ王のものを着ていた。亡霊入場。警備兵たちと保冷省。戻ってきた。亡霊退場。保冷省、ハムレット様に亡霊はお父上のものを着ていたと伝えなければ。場面、城の広間。クローディアス王、ガートルード王妃、ハムレット、ボローニアス、レアティーズ、男たち入場。クローディアス王、我が兄は王だったが死に、私は彼の妻と結婚した。私は非常に賢く有能な王だ。諸君、賢く有能なことを行うよう命ずる。男たち、仰せの通り。男たち退場。レアティーズ、フランスに行きたいです。クローディアス王、父の許可を得たのか？ボローニアス、許可しました。クローディアス王、なら行け。ハムレット、憂鬱だ。ガートルード王妃、憂鬱なのをやめなさい。クローディアス王、母の言うことを聞きなさい。ハムレット、もう憂鬱じゃない。クローディアス王、万事順調だな。ハムレット以外全員退場。ハムレット、万事順調じゃない。俺はまだ密かに憂鬱だ。保冷省と警備兵たち入場。保冷省、亡霊があなたのお父上のものを着ていました。見に行きますか？ハムレット、ああ。場面、ボローニアス科の一室。レアティーズとオフィーリア入場。レアティーズ、ハムレットとセックスはするな。オフィーリア、わかりました。ボローニアス入場。ボローニアス、レアティーズ、お前自身に利するようにだけ行動せよ。レアティーズ、わかりました。レアティーズ退場。ボローニアス、ハムレットとセックスはするな。ハムレットと話をするな。オフィーリア、わかりました。場面、城壁の上の通路。ハムレット、警備兵たち、保冷省入場。ハムレット、いろいろなことが起きている。亡霊入場。ハムレット、あれは父上の亡霊だ。亡霊がハムレットを手招きする。ハムレット、彼が望んでいることを見たい。警備兵たちと保冷省。
行かないでください。ハムレット、俺は行くぞ。亡霊とハムレット退場。警備兵たち、何かが腐っている。場面、通路の別の場所。亡霊、クローディアスは私を殺してお前の母と結婚した。ハムレット、仇を討ちます。亡霊、よろしい。亡霊退場。ハムレット、俺は憂鬱だったが今では怒っている。警備兵たちと保霊商入場。ハムレット、見た者は誰にも話すな。亡霊、舞台外から、地下へ。ハムレット、俺は狂人を装う。知らぬふりをすると地下へ。亡霊、舞台外から、地下へ。彼らは誓う。第2回。大一幕。場面、城の通路。警備兵たち入場。警備兵たち、亡霊、亡霊入場。警備兵たち、亡霊だ。亡霊退場。警備兵たち、ハムレットに言わなければ。場面、城の中。クローディアス、ガートルード、ハムレット、レアティーズ、ボローニアス入場。クローディアス、我が兄は死んだ。私は彼の妻と結婚した。今や私は賢い王だ。レアティーズ、フランスに行きたいです。ボローニアスとクローディアス、よかろう。ハムレット、憂鬱だ。クローディアスとガートルード、憂鬱なのをやめなさい。ハムレット、もう憂鬱じゃない。ハムレット以外全員退場。ハムレット、密かに、憂鬱だ。警備兵たち入場。警備兵たち、亡霊です。ハムレット、見せろ。場面、ボローニアスか。レアティーズとオフィーリア入場。レアティーズ、セックスはなしだ。オフィーリア、わかりました。ボローニアス入場。ボローニアス、レアティーズ、わがままにせよ。レアティーズ、わかりました。レアティーズ退場。ボローニアス、ハムレットから離れていろ。セックスはなしだ。オフィーリア、わかりました。場面、城の通路。ハムレット、警備兵たち、亡霊入場。ハムレット、亡霊は父上だ。ハムレットと亡霊退場。場面、違う通路。ハムレットと亡霊入場。亡霊、クローディアスが私を殺した。ハムレット、仇を討ちます。警備兵たち入場。ハムレット、言わないと誓え。警備兵たち、誓います。第3回。大一幕。場面、外。亡霊、警備、ハムレットに知らせよう。場面、部屋。新王、古い王は死んだ。私は彼の妻と結婚した。ハムレット、不幸せ。新王と王妃、幸せになれ。ハムレット、はい、でも実はいいえ。警備、亡霊、ハムレット、見せろ。場面、別の部屋。レアティーズ、セックスなし。オフィーリア、はい。ボローニアス、わがまま見せよ。レアティーズ、はい。ボローニアス、ハムレットなし、セックスなし。オフィーリア、はい。場面、外。亡霊、私はお前の父だ。新王が私を殺した。ハムレット、復讐だ。ハムレット、警備、言うな。警備、言いません。第4回。大一幕。おう、元気出せ。ハムレット、いいえ。亡霊、敵撃て。ハムレット、はい。大二幕。おう、奴が何を知ってるかさぐれ。ハムレットの友人、何を知ってる？ハムレット、言わない。第三幕。ハムレットが王妃を怖がらせる。王妃、怖いじゃない。カーテン裏の声。警備、ハムレット、復讐。ハムレットがカーテンを刺す、ボローニアスだった。ハムレット、王ならよかったのに。第四幕。王、され。ハムレット、はい。オフィーリア的死。レアティーズ、復讐。おう、
協力しよう。第5幕。王が剣とワインに毒を仕込む。レアティーズが剣でハムレットに毒を入れる。ハムレットがレアティーズを刺す。レアティーズ、これは王のアイデアだ。レアティーズ死亡。王妃が毒ワインを飲む。王妃死亡。ハムレット、復讐。ハムレットが王を殺す。ハムレット死亡。フォーケンブラス、何が起きた？警備、今はあなたが王だ。第5回。ハムレット、復讐。ハムレットがポローニアスを殺す。オフィーリア溺死。ハムレットがレアティーズを殺す。王妃が毒で死亡。ハムレットが王を殺す。ハムレット死亡。第6回。人が死ぬ。第7回。第8回。アクセス、SCP-3045、ファイル、テストにログ。説明。インディ・ジョーンズ、最後の聖戦。オリジナル劇場公開版、前編を収めた MP4 ファイル。ロジャース研究員は、各思考を視聴し、特筆に値する相違点を要約するよう指示された。第1回。主要登場人物。インディアナ、ジョーンズ、ヘンリー、ジョーンズ、エルサ、シュナイダー、サラー、ウォルター、ドノアン、フォーゲル大佐、聖杯の騎士。あらすじ。映画はウォルター、ドノアンがインディに聖杯探索を持ちかける場面から始まる。ドノアンは、彼の父、ヘンリー、にも依頼したものの、失踪していることに言及する。インディはエニスへ飛び、エルサと出会う。両者は協力して隠された十字軍騎士の墓を発見し、聖杯がアレクサンドレッタにあることを突き止める。エルサとインディはブルンワルド城に監禁されているインディの父を救出しようとしてフォーゲル大佐に捕まる。エルサはここで裏切り者であることを明らかにする。インディとヘンリーは逃げ出して、サラーと合流した後、アレクサンドレッタへの途上でナチス軍と戦う、フォーゲル大佐敗北。聖杯の神殿で、ドノアンは自身が裏切り者であることを明かし、インディの父を撃って、インディが彼を救うために3つの試練に挑むことを強制する。インディは3つの試練を乗り越え、エルサとドノアンは後に続く。聖杯の騎士と出会ったインディは、正しい聖杯を選び取らなければならないこと。そして聖杯は寺院から持ち出せないことを聞かされる。ドノアンが到着し、エルサは彼が偽の杯を選ぶように誘導する。結果としてドノアンは死亡。インディは正しい聖杯を選び、それを使って父親を癒す。エルサは聖杯を持って寺院を離れようと試み、寺院の崩落、そして自らの死、を招く。インディ、ヘンリー、サラーは馬に乗って夕日に向かって駆けてゆく。特筆すべき違い。マーカス、ブロディとカジムの出番、および、十字剣の兄弟、にまつわるサブプロットが消失。ヘンリーの日誌は物語のどの時点でも言及されない。インディ一行は日誌回収のためにベルリンを訪れず、ドイツ脱出のために飛行船に乗ることもない。オープニングの出来事、コロなどの十字架を追う青年期、および大人のインディ、は完全にカットされている。対話が数多くの場面で大幅に簡略化され、余計な会話がほとんどなくなっている。上映時間、85分。第2回。主要登場人物。インディアナ、ジョーンズ、ヘンリー、ジョーンズ、エルサ、シュナイダー、フォーゲル大佐、聖杯の騎士。あらすじ。映画はインディがエニスでエルサと出会う場面から始まり、彼らは隠された騎士の墓を発見して聖杯がアレクサンドレッタにあることを知る。彼らはブルンワルド城に監禁されているインディの父を救出しようとするが、エルサはジョーンズ不死を裏切ってフォーゲル大佐に引き渡す。ジョーンズ不死はアレクサンドレッタへ逃亡する。インディが寺院にたどり着いた際、フォーゲル大佐はウォルター、ドノアンの役割を果たす。すなわち、インディの父を討ち、インディの後について聖杯の部屋へ入る。そしてエルサに騙されて偽の聖杯を選ぶ。エルサは再び聖杯を寺院から持ち出そうとして崩落を招く。
映画はエンディと父が馬で夕日に向かって駆けて行く場面で終わる。特筆すべき違い。ボルター、ドノアンとサラーの出番、及び戦車との戦闘シーンが消失。三つの試練は二つの試練になっている、神の名、がカット。上映時間、52分。第3回。主要登場人物、インディアナ、ジョーンズ、エルサ、シュナイダー、フォーゲル大佐、聖杯の騎士。あらすじ、映画はエンディがエニスでエルサと出会う場面から始まり、インディは聖杯がアレクサンドレッタにあることを知っているとエルサに話す。フォーゲル大佐が突然エルサのクローゼットから現れ、エルサは裏切り者だったことが明らかになる。インディは逃走し、アレクサンドレッタへ向かう。ここで彼は再びエルサとフォーゲルに出会う。フォーゲルはエルサを撃ち、インディに聖杯回収を強要する。インディは二つの聖杯を持ち帰り、偽物をフォーゲルに渡す。ここでフォーゲルが死亡。インディは真の聖杯でエルサを生き返らせる。エルサは聖杯を持ち出そうと試み、寺院の崩落によって死ぬ。映画はエンディ一人だけが馬で夕日に向かって駆けて行く場面で終わる。特筆すべき違い。ヘンリー、ジョーンズが消失。試練は一つのみ、神の道。エンディングは遥かに悲壮な雰囲気であり、インディはエルサの死後、一切発言しない。上映時間、17分。第4回。主要登場人物、インディアナ、ジョーンズ、エルサ、シュナイダー、聖杯の騎士。あらすじ、映画はエンディがエニスでエルサと出会う場面から始まり、インディは聖杯がアレクサンドレッタにあることを知っているとエルサに話す。彼らはアレクサンドレッタへ向かい、寺院に入って聖杯の騎士から聖杯を回収する。エルサは聖杯を持ち出そうと試み、寺院の崩落、そして自らの死、を招く。インディは一人で馬に乗り夕日に向かって駆けて行く。特筆すべき違い、フォーゲル大佐が消失。試練は存在せず、最後の部屋に聖杯は一つしかない。聖杯の騎士のセリフは、寺院から聖杯を持ち出すことはできないという警告が一言あるのみ。上映時間、6分。第5回。主要登場人物、インディアナ、ジョーンズ、聖杯の騎士。あらすじ、映画はエンディがアレクサンドレッタの寺院に入る場面から始まる。彼は聖杯の騎士に出会い、聖杯を寺院から持ち出すことはできないと知らされる。インディは聖杯の騎士に礼を言い、馬で夕日に向かって駆けて行く。特筆すべき違い、エルサが消失。インディのセリフは二つ、聖杯を探しに来た、と、聖杯について教えてくれてありがとう。聖杯の騎士のセリフは一つ、聖杯を寺院から持ち出すことはできぬ。上映時間、1分。第6回。主要登場人物、インディアナ、ジョーンズ。あらすじ、映画はエンディが砂漠を馬で移動しながら本を読んでいる場面から始まる。彼は、聖杯をアレクサンドレッタの寺院から回収することはできない、と読み上げ、本を閉じ、目の前の寺院を見上げ、おごそかにうなずく、そして方向転換し、馬で夕日に向かって駆けて行く。上映時間、1分未満。第7回。主要登場人物、インディアナ、ジョーンズ。あらすじ、映画はエンディが馬で夕日に向かって駆けて行く場面から始まる、そして終わる。上映時間、15秒未満。第8回。主要登場人物、なし。あらすじ、映画は静かなブーンという音を伴う黒は池井の実からなっている。上映時間、3秒。アクセス、SCP-3045、ファイル、テスト3ログ。説明、サミュエル、ベケットの奇悲劇、鼓動を待ちながら、の全体を収めたプレインテキストファイル。第1回。登場人物たち入場。登場人物たち、俺たちは鼓動を待っている。鼓動は現れない。第2回。まだ待ってる。第3回。アクセス、
SCP-3045、ファイル、テスト4ログ。説明。ドリームワークス、アニメーションのアニメ映画、B、ムービー、の前編を収めた MOV ファイル。小人研究員は、各思考を視聴し、特筆に値する相違点を要約するよう指示された。第1回。主要登場人物、バリー、B、ベンソン、アネッサ、ブルーム、ケン、花粉レンジャーたち。あらすじ、バリー、B、ベンソン、ミツバチ、は大学を卒業したばかりで社会に馴染めずにいる。ハチたちの社会から与えられた仕事を放棄して、花粉レンジャー。これもハチたちの仲間入りをした彼は、アネッサ、人間の花屋、とケン、アネッサのボーイフレンド、に出会う。ケンはバリーを殺そうとするが、アネッサがそれを助ける。バリーは後ほど戻ってアネッサに感謝の意を示し、やがて両者は親密な関係になる。人間がハチから蜂蜜を搾取していると知ったバリーは人類を訴える。そして、一連の騒動を経て裁判に勝利する。しかしながら、あまりにも多くの蜂蜜を手に入れた。蜂たちは働くのをやめてしまい、結果的に世界中の花が枯れる。バリーとアネッサは生き残りの花があるカリフォルニア州の町へ向かい、花を満載したパレード用の出汁を盗み出す。ことによって、蜂が世界中で受粉を再開できるようにする。バリーと他の蜂たちは花を使って被害を回復させ、映画はすべての蜂が人間と協力して働く様子を映して終わる。特筆すべき違い、なし。上映時間、97分。第2回。主要登場人物。前降参照。あらすじ。バリー、B、ベンソンは、花粉レンジャー、たちと協力し、アネッサ。今回は人間サイズの蜂のために花粉を集める。アネッサと親密な関係にあるケン、まだ人間、は、花粉集めが得意なバリーが彼女の注目を集めていることに嫉妬する。ケンはバリーを襲うが、バリーと花粉レンジャーたちはケンに群がって刺し殺す。この後、すべての蜂が死亡するが、別な蜂の一団、死亡個体と同一の顔と名前を持つ、が速やかに役を取って変わる。アネッサはこれを普通に受け入れている様子であり、死亡バリーに対するものと同程度の関心を新バリーに寄せ続けている。映画の進行に伴い、新バリーは蜂蜜を盗んでいるとして人類を訴える。しかし終盤になって、陪審団と裁判官は全員ケンだったことが明らかになる。裁判は新バリーと蜂の大群が陪審団及び裁判官に襲いかかり、刺し殺して終了する。新バリーが登場し、アネッサと共に、カリフォルニアに向かって、パレード用の花の出汁を盗み、世界中に巣を拡張するために使う。映画は、すべての人類が、何らかの理由で、人間サイズの蜂に変わっている点を除いては、前回と同じように終了する。特筆すべき違い。これはほぼ完全に別の映画である。もはや間違いなく子供向けではない。死は漫画的に表現されているが、それでもある種の陰惨さを帯びている。上映時間、98分。第3回。主要登場人物。前降参照。あらすじ。前回と事実上同じプロットだが、ケンの死亡、序盤と法廷の両方、がより詳細かつ陰惨に、時間をかけて表現されている。特筆すべき違い。ケン以外の全員が蜂として登場。ケンが死亡するすべての場面において、人間サイズの蜂が複数体、彼を刺している、そしてその過程で自らも死ぬ。作中の対話はすべて、もっぱら絶叫からなるケンのセリフを除いては、ブンブンという歯音に置き換えられている。上映時間、107分。第4回。主要登場人物、ケン、蜂。あらすじ。映画は蜂の海の中でもがくケンを俯瞰から撮影したもの。彼が口を開けるたびに、数百匹の蜂が口の中へ流れ込んでいく。映画の終盤に、ケンの身体は数千箇所もの刺し傷の毒によって膨張し始める。彼の身体的特徴は、海を分泌する数十個の拳大の脳胞に渦漏れて見えなくなる。目が見えなくなった無力なケンの叫び声は、くぐもったゴボゴボというすすり泣きに変わる。作中の最後の数分間において、
件は最終的な喉の閉塞によって窒息している様子を見せる、そして視界の外へ沈んでいく。特筆すべき違い。映画は実写になっている。蜂は通常のミツバチであり、剣は声優、パトリック・ウォーバートン、によって演じられている。上映時間、278分。第5回。中期。この時点で、シャオジン研究員のコンピュータ内部に蜂が充満するという説明のつかない出来事が発生したため、さらなる実験は中止された。特別収容プロトコルは、蜂への直接言及を含むメディアへの実験を禁止するように更新された。ホイ 3045.2、回収。2010年02月16日、財団ウェブ解析ボット、I.O. 総論が、とあるカリフォルニア州のスタートアップ企業、ヒブフィンドによるいくつかの大規模なオンライン購入を不審なものとして検出しました。同社のウェブサイトは、次世代アルゴリズム、クライアント中心のソリューション、そして最先端の圧縮ソフトウェアを提供すると主張していました。3日後、機動部隊ミュー、4、デバッカーがヒブフィンド社の事務所のガサ入れを実行しました。建物は最近になって放棄されたようでしたが、数点の機材、大型 QR スキャナー14機、デスクトップコンピュータ15機、保存処理された蜂蜜900ガロン以上、が発見されました。詳細な分析の後、ミュー、4は QR スキャナーが各々1台ずつコンピュータを制御するために配線されていたと断定しました。SCP-3045 はコンピュータのうち1台のハードドライブから見つかりました。後の捜索で、50匹以上の、異常性を持たない、APIS メリフェラ、西洋ミツバチ、の死骸がオフィス全体に散らばっていたことが明らかになりました。ヒブフィンド社に関する調査は進行中です。